秋山虎重は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、海の国武田氏家臣で、古代家老衆、武田信玄、武田勝頼立旗に活動が見られる、武田二十四将にも数えられる。意味名は、海の国史による、信友や、近世の軍記物による春近、春地下、春地下、信地下とする説もあったが、近年は、戦国遺分、山梨県史の編纂事業に伴う、 文書調査によって、武田家臣の実名の確定作業が行われ、確実な意味なは、初版部分の写しにより、虎茂であることが指摘されている。虎は、武田信虎からの変記であると考えられている。また、実名の御殿のうち、春地下は、虎、茂の同心である、春地下衆が家伝したと考えられている。海の国史によれば、父は、秋山信任とされるが、新は、 武田家の通事であるため、国市のシルストラ、重の父親の実名に関しては疑問視されている。確実な所見資料は、天文18年5月とされ、左近市新平衛委に対し、1月に、馬三匹分の文国書籍書訳免許を与えた、武田氏主院上の奏者として見られる。高城再記によれば、天文22年4月に落城した、品野国桂尾城に在庁して、 戦後処理を担当し、後一門州の武田信繁が虎重に対して上位を伝達している。虎重は大島城の城代を務め、信濃国の内稲軍の守備を任されたという。紅葉軍艦によれば、虎重は初め高東城で、上稲軍隊であったが、永禄5年に信玄四男の諏訪勝頼が高遠城主となると、飯田城へ移ったという。ただし、虎重が、 高藤城に在場した痕跡は見られないことが指摘される。年未章8月18日、武田春信書状において、品濃大島城に在場していた、室住虎光と秋山前衛門城が、美濃国の斎藤道蔵が国境付近において軍勢を動かした際に、大島城において情勢を春信に報告し、春信から指示を与えられている。 同文書は永六四年の川中島の戦いで、戦死している、室住虎光の没年から、永六初年頃、あるいは、工事元年に推定されており、秋山前衛門城は虎重を指すと考えられている。なお、この時には、美濃の国州、遠山支援のため美濃内議城に在番していた、可能性が指摘される。これ以後も大島城に在番し続け、永6二年十二月には、 稲軍の春地下州、赤須正ための所領紛争の解決などに携わっている。虎重は主に稲軍において、美野、東東美、三河方面の軍事、外交に携わっており、紅葉軍艦では虎重を稲軍大としている。A62 年から A68 年頃に受領名、法棄種を受ける。同年には、尾張国の織田信長との同盟交渉においては、取り次ぎを務める。 A61 年には岐阜へ赴もむいたという。なお、秋山前衛門城と秋山放棄守は活動時期から同一人物であると推定されており、後に織田信長が討ち取った。敵将、攻略した城郭を記した、信長交互一大合戦の里市では、長篠合戦以前に虎しげを指していると考えられている、秋山前衛門の名が見られる。A61 年12月、 武田氏は、駿河国今川領への進行を開始する。武田氏は、駿河進行に際して、三河国の徳川家康に同盟を持ちかけていたが、三河物語によれば徳川方は同盟締結の国部において、駿河国を武田領、とう海国を徳川領と理解していたと考えられており、虎主ゲが信濃州を率いてとう海へ侵攻すると、これに対して抗議している。 春信は虎重を撤退させることを約束しているが、この事件以後に、武田、徳川同盟は崩壊している。元期2年2月には、下稲郡所号の任足を動員し、大島城の不審を命じられており、大島城の城代であったことが確認される。元期3年10月、信玄は、正常作戦を開始する。東大期によれば、トラは、山形正影と共に、別動隊を率いて、 奥三河へ進行する。虎重は、三河の奥平氏、菅沼城らの国衆の諸城を陥落させた後、信玄本体と合流している。同年末には、東美濃国衆の遠山氏が、織田信長から離反して、武田氏に帰属すると、虎重は、美濃方面を担当する。元気四年、天正元年三月六日、信玄の命で、東美濃に向かい、前年に武田方に寝返っていた。 岩村城に入城した。以後、虎重は、大島城代と岩村城代を兼任する立場となる。武田守省院新元公未予想人通寺。紅葉軍艦では、虎重は、岩村在城で50期を引き、坂西氏友久氏座高寺氏ら下稲国州を指揮し305期を、統率したと記しており、この時期の虎、源を指すと考えられている。なお、紅葉軍艦、 三河物語によれば、虎重は、会場に際して、全城主、東山影島の未亡人で信長のおばにあたるおつやの、方を正室として迎えたとされるが、これは誤りであることが指摘されている。また演算家の用紙として送られていた、信長の逸を、五坊丸を保護して、替えに送っている。同年4月12日、武田信玄は、品野稲郡駒場において死去し、 武田勢は海へ撤兵した。信玄の死後は後継者の勝頼に仕える。秋山家文書によれば、天正元年12月25日には、武田家の不代画廊である金丸地区前神の三男、総苦労を娘婿とし、養子に迎える。金丸氏から養子を迎えた背景には、岩村城代を兼任する立場から失足に恵まれない、ことを危惧したとも考えられている。なお、 政仙は天正7年7月23日に病死し、筑前神の七男、玄三郎が秋山氏を継承した。天正3年5月21日、織田、徳川連合軍と武田勢の間で行われた、長篠の戦いで、武田軍は大敗し、織田、徳川勢は、武田氏に対する反抗を強めた。織田、徳川勢は、奥三河の諸城を陥落させると、六月十五日には、 三河武雪城を陥落させた。信長は、着難の織田信忠に命じて、岩村城を包囲させた。虎重は、春地下州、岩村州を率いて防戦し、勝頼に対して救援を要請し、諸州古文書によれば、7月19日には、武田信豊、小山田信重が小爪として出陣することを、連絡されるが、勝頼は、東東海方面の防戦にも防殺されていたため、 実現には至らなかった。8月10日には、日向子党が、大島城へ派遣され、虎、茂の同心衆は、小山田正茂、星名正直の下地に従うことを伝えている。同年11月に勝つよりは、岩村城へ出兵するが、これに対して、小田勢も岩村城への攻勢を強め、虎茂は、城兵の除名を条件に、信忠に降伏した。小田氏はこれに対し城兵を殺害し、 虎重は11月21日に捕獲されると、岐阜へ連行され、11月26日に、家臣の大島、ザ・コ寺ジ氏と共に長良川で張り付けに所された、去年49、本土自家古長や、カ野国史書院の秋山氏の母大寺清雲自家古長によれば、法名は、清国、海前自家古長では、虎重の命日を正確に記し、法名を、 明白中義前門としている。金丸筑前神の子、秋山正仙は、虎、重の養子となるが天正七年七月二十三日に、病死し、筑前神の七男、玄三郎が、章仙の遺言により秋山氏を継承する。秋山家文書によれば、玄三郎は、稲郡の国衆、下条兵五助の娘と婚姻した上で、秋山氏を継承しており、兵五助に、虎、 茂の娘がついでいたとも考えられている。玄三郎は、天正10年3月11日に、織田、徳川連合軍の武田両信公に際して、勝頼に従い戦死している。関営書家系図伝によれば、玄三郎には3歳の男子がおり、母方の縁を頼り、伊豆太平の土足のもとへ落ち延びたとする伝承を記している。さらに、この男子は与兵を名乗り、伊豆国君。 沢軍、悪村へ土着し、官営13年に死去したという。一方、秋山氏の家電文書を伝えた、子孫家とされる家に、秋山平太勇家があり、不代大名、水野氏に仕えている。同家には、秋山家文書が伝わっているが、経図では、正仙源ん、玄三郎の記述がないことが指摘される。秋山家文書に含まれる法営6年の先祖書や、飼いの国史によれば、 後期神の子孫に、秋山民部衛門がおり、民部衛門の孫、秋山平太夫が、家電文書を、水の家に仕えたとしている。民部衛門に関しては、世代的観点から、虎、重の父もしくは兄弟と見る説もある。また、新編合図風土記には、天正8年の資料に見られる、秋山式季部絵門上の存在を記しており、民部衛門とは別人もしくは子息であると、 考えられている。おつやの方との間に生まれた六太夫は、小田氏による岩村城落城前に落ち延びて、瀬戸内海の村上水軍に仕えていたが、慶長五年に、伊予国松山の水戸浜で打ち死にしたという、墓は、広島県の竹原市にある、海名は、一町地入信し現在も六太夫の子孫を名乗る人物がいる。美州小田信長、東農州出張の油信大公館。 早々カレー事件向き、追筆有効、遠山緑に行く記事者、別人猿付交換、その心得有効なり、なお条件、3月6日、新元家王秋山放棄手伝へ、小説映像、ありがとうございます。